世界バンタム級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー WBC 世界バンタム級チャンピオン118番のタイランドウィラポン・ナコンロアンプロモーション。ニックネームはデスマスク、死者の顔、表情一つ変えず相手を KO します。このコーナー WBC 世界バンタム級4人118番の定点種目チャレンジャー西岡俊明、2度目のそしてこれが最後の挑戦です。なおこの試合のジャッジはテリー・スミス、ルー・フィリッポ、トム・カツマレフのアメリカの3人です。レフェリーはこれが110戦目のベテラントニー・ペレス、日本では辰吉サナゴサ、74年にはモハメッド・アリ、フレイジャーのビッグマッチも任されています。 WBC ルールは1ラウンドに3度ダウンすると自動的に KO となる3ノックダウン制です。偶然のマッティングで怪我続行不能となった場合は4ラウンドまでは引き分け、5ラウンド以降までは採点ということになります。さて今晩のダブルタイトルマッチ、解説は元世界チャンピオンの2人、ファイティング原田さんと浜田剛さん、そしてゲスト解説として元 WBA スーパーフライ級チャンピオンの飯田聡さんをお迎えしています。この試合浜田さんは西岡のセコンドについていますので、原田さんと飯田さんとともにお伝えしてまいります。純白のトランクス西岡、黄色いトランクスチャンピオンウィラポン、さあ注目の第1ラウンドのゴングです。さーっと左に回っていきました白いトランクス、日本の西岡です。とにかく西岡は序盤からペースを握りたい、そう話しています。プロのキャリアで13のナックアウトがありますが、1ラウンド5回、2ラウンドが4回、13のうち実に9つまで1、2ラウンド序盤に集中しています白いトランクスの日本の西岡です。1年2ヶ月前、その初戦では左しか使えませんでした西岡、今回は右のリードブローを磨いてきました。ファイティング原さん、はい、やはり西岡の右がいかに有効に使えるかというのが一つのポイントでしょうね。やっぱりジャブからですね、はい、左のストレートを踏み込んで打てるか打てないですね、これがやっぱり打てるように練習してみたら怖いですよ、はい、飯田さんもタイトルを獲得するとき、1ラウンドでダウンを奪いました、そうですね、序盤が大事ですね。ですね、ここでどうペースを取るか、感触をつかむかが、はい、鍵だと思いますね。まず最初の西岡の動き、飯田さんどうですか。前回の時よりもすごく軽く動いてて、でなおかつやっぱり右もしっかりこう距離を取れてるんで、はい、前回よりは断然いいスタートだと思います。白いトランクス日本の西岡、黄色いトランクスが現在最強のチャンピオンの呼び声高いバンタム級タイからやってまいりましたウィラポンです。何しろ日本の英雄辰吉を2度にわたって KO しました。ファイティング原さん、はい、黄金のバンタムと言われるこのバンタム級にあってもウィラポンの強さはひときわ目立っていますね。そうですね、非常にバンタム級は過去に出る情報って言いましたけどね、はい、でもやっぱり人間と人間やるんですからね、西岡君もやっぱり負けられないという気持ちだったら絶対勝てると思いますよ、はい、同じ人間やんだからね、負けるわけないという気持ちでやってもらいたいですね。西岡は序盤からペースを握りたい、そう話していますが、一方のチャンピオンのタイのウィラポンはこれだけのキャリアを積みながら1ラウンド2ラウンドのナックアウトというのは一度もありません。まず相手の動きを見て3ラウンドからエンジンをかける、これがウィラポンの戦法です。したがって余計に西岡としてはこの1ラウンド2ラウンドは取っておかなければいけないラウンドです。右、おっとウィラポンの右、これですウィラポンのいきなりの右が飛んでいきます。左ボディーブローを狙っていきました西岡です。でもストレートいいと思いますよ、狙いはね、ジャブでついて、西岡の左ですか、はい、ジャブをついてボディストレートね、はい、当たらなくて嫌ですからね、あれはウィラポンは入ってくるのを待っています。ウィラポンは待っています。でも今日よく西岡君は左の右のジャブですか、はい、非常に出てると思いますよ。出入りのスピードも一つのポイントになってきましょうね。当たってからのただ数打てるか出ないかですよね、はい、さあウィラポン出てきた、左西岡の左リング中央です。第1ラウンド残りが20秒を切りました。ウィラポンはいきなりストレートを狙ってくるんですけど、はい、西岡の方はジャブをついてから、ストレート打っていった方がいいと思いますね。そうですか、ウィラポンはいきなりの右、西岡は右から左を打ち込もうという戦法です。第1ラウンドほとんど時間がなくなりました。おっと左、ここで第1ラウンド終了です。
横浜アリーナです。改めて放送席をご紹介します。 WBC バンタム級タイトルマッチはファイティング原田さんと飯田聡さんとともにお伝えしてまいります。よろしくお願いします。お願いします。まず緊張の第一ラウンドでしたね。そうですね、非常にでも滑り出してきてはですね、西岡君のジャブですか、はい、非常にいい出方してますね。お飯田さん、西岡の体調、はい、あるいは精神状態をどう測りますか。いやもう前回よりはもう断然落ち着いているんで、いいと思いますね今回は。はい、西岡は相手のウィラポンに関して相手はやりづらかったというふうに言われていますが、やりづらかったのは自分も同じです、そう1年2ヶ月前の試合を振り返りました。まあ帝拳ジムの本田会長によりますと、今回もウィラポンのやりづらい距離、この距離ですね、ちょっと離れて戦うのは基本だが、ここからいかにタイミングよく素早く中に入れるか、これが一つポイントになるだろうと、そう話しています。これが井田さん、やはり右から左、はい、そうですね、思い切って入っていくそのタイミングですね。ウィラポンは本当に右ストレート一発で狙っていくと思うんですけども、はい、はい、多分ウィラポンにはその西岡の左ストレートいきなりっていうのは当たらないと思うんですよね。はい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 、でウィラポンはジャブを出さないんですけど、これわざと出さないと思うんですよ。わざと出さない、はい、それはどうしてですか。このジャブの付き合いがあんまり好きじゃないんじゃないかと思うんですよね僕は。あっと右上がりました。だからそこを逆に西岡はどんどんジャブをついて、はい、ジャブの付き合いに持っていって、そこの隙から、左ストレート、得意の左ストレートを当てたいなと思いますけど。ファイティング原さん、はい、辰吉が2度敗れた時には辰吉が入っていくのに合わせてウィラポンの右が飛んできましたね。そうですね、そうですね、今日はやっぱり西岡が足も使うしね、はい、非常に出会いの上手い選手ですからね、非常にいいと思いますね。船越さん、はい、挑戦者西岡サイドなんですが、今のままでいいというふうに浜田特別トレーナーまず第一声、はい、で非常に控え室でもリラックスした表情で西岡笑顔を見せていたんですが、はい、ここからの展開というのはやはりうまくタイミングを捉えて左をぶち込んでいくという指示が出ています。左をね、はい、それがやはり右から左ということになるんでしょう。必殺はやはり左、それを生かすのに右ということになります。船越さん、はい、一方の赤コーナーサイドなんですが、非常に落ち着いた状態は控え室から変わりません、はい、とにかく右をうまく落ち着いて使っていく、そういう指示です。やはりウィラポンは3ラウンドからですからね。あれはボディいいですよね、ボディがいい、ジャブになってね、はい、あれは当たっても当たらなくてもあれは誘いがいいですよ、はい、さあ西岡が今度は右の方に回っていきます。ウィラポンはこう話しています。西岡はすぐ逃げてしまうのでやりづらかったというふうに話しています。気分のいい試合ではなかった、また相手が逃げるようならば攻めたらは得ないと話しています。さあその攻防です。まだ両者ともにクリーンヒットはありません。さあ踏み込んでいこうというところ、この右が飛んできます。いきなりの右が飛んできます。ウィラポンです。残り30秒を切ろうとしている。ダミアミー、さあ両者スキー戦、ウィラポンの左がヒットしました。ナイスボディ、ナイスボディブロー、右手、右手の距離。さあ残り10秒、第2ラウンド。炎の互角で第1、第2ラウンド終わっています。近くです。身長で 8.6 センチ、リーチでも7センチ、西岡が上回っています。浜田剛特別トレーナーは、踏み込みのスピードを意識すればこのリーチ差がさらに生かされる、まあ、逆に言いますと踏み込むスピードが遅ければこのリーチの有利さは消えてしまうということです。さあ第3ラウンド、このラウンドぐらいからウィラポンはいよいよエンジンをかけてきます。ファイティング原さん、はい、ここからが本当の勝負ですね。そうですね、でも今日西岡君非常に足の動き方がいいですからね、はい、やっぱり捕まらないと思いますよね。ただやっぱりだから後半ですかね。なるほど、だから西岡君が足を止めると怖いですよね、はい、さん、だからその前までにはね、はい、やっぱりジャブでポンポンやってるとウィラポンが頭にきますからね。なるほど、逆に空振りさせた方が面白いですね。さあまだいきなりの右が飛んでくる。今のところ井田さん、両者ともにクリーンヒットはまだありませんね、はい、そうですね、はい、結構この距離感が、おお、この距離感ちょっとピリピリする距離感なんですけどもね。ピリピリするというのは、いやもうウィラポンのパンチももういつ飛んでくるか分かんない石で、はい、はい、まあ、西岡選手もやっぱり時々こう見合って右のジャブが出なくなる時があるんですけども、左のストレートをうまく下上に打ち分けれればいいかなと思いますね。さっき下にクックッといったんで、はい、上が空いた時にガンとストレートが上に決まればと思いますけど。さあ、横の前に出てくる、右のポン、
ックのラウンドずっと下行ってたところを上に行ったのが入りましたね。下を攻めて下を石川の左、はい、西岡の左右、サーブが飛んで右のパワー空振り。第3ラウンド1分30秒を経過、場内から西岡コール、横浜アリーナ初めて試合に動きが出ました。いいですよ、またここでもまた下行った方がいいですね。下行ってからまた上行った方がいいと思います。もう一度下から上、はい、下から上。ファイティング原さん、ボクシングにはいくつもの格言がありますが、はい、上下のコンビネーションは大事ですからね。これはもう鉄則ですからね、はい、どんどん当たるパンチをどんどん打った方がいいと思いますよ、はい、あーっと空振り、空振りしてもいいですね。ウィラコンの空振りは珍しい、これだけの空振りは珍しい。ウィラコンに多少の焦りがあるか。今はもう西岡がペース取って、ウィラコンペース取れてないですね、リズム取れてないですね。ウィラコンがこんなに焦る表情を見せたのは初めてです。やっぱりあのパンチがどん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 やっぱり頭に切ってくるんでしょうね。だからどん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 空振りさせたいんですよね。これだけ前に積極的に出てくるウィラポンは珍しいんです。ウィラポンは待って相手が出てくるところを仕留める、これがウィラポンのスタイルなんです。あーっと、また前に出てきた、あと右中、リング中央の両者、ウィラポンがまだギリギリ距離を詰めて右、これはクリーンヒットしていません。いいですね、足が動いてるんでもらわないですね、はい、西岡も足が動いてるんですね、はい、西岡の逆に言えば足が止まった時には怖い、はい、ミヒャリー、これはちょっと浅い。この第3ラウンド終了、このラウンドは西岡のラウンドです。初めてのクリーンヒット完璧に捉えました。いやー、ファイティング原さん、見ていても気持ちのいいくらいのシャリストレートでした、はい、どん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 やっぱりあのボディを打ってたのが良かったのか分かりましたね、はい、逆にね。さあ、デスマスク表情を変えない、そう言われているこのウィラポンの表情が、あるいはこの後変わってくるんでしょうか。しかし試合はまだ始まったばかり、第4ラウンドに入ってきます。白いトランクス、日本の西岡チャレンジャー、バンタム級4位。一方、黄色と赤のトランクス、タイの英雄、ウィラポン、ナコンルアンプロモーションです。現在、ウィラポンはなんと29連勝中。前回はパリで行った防衛戦、3ラウンド KO で防衛に成功しています。船越さん、はい、挑戦者西岡陣営なんですけれども、浜田剛史特別トレーナー、ウィラポンは焦っているんではないかというコメントがありましたね。で、西岡に対してはとにかく思いっきりパンチを出していけという指示が出ています。あーった右、ウィラポンの右、右です、いきなり右が飛んでいきます。船越さん、はい、チャンピオン陣営なんですが、あの攻撃を仕掛けろというふうに葉っぱをかけるような指示が飛んでいます、はい、とにかく左を引っ掛けて、そして踏み込んでの右、これを使っていけという指示ですね。あー右、西岡の右です。左を使ってと言いますが、飯田さん、普段のウィラポンはあまり左を使いませんからね。そうですね、やっぱり焦ってると思いますね、これだけ前に出てきて、はいはい、西岡の右、焦ればやっぱり西岡のペースになりますからね、非常にでもいいここまでの戦いだと思いますね、はい、西岡、はい、どん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 やっぱりあの回復させた方がいいですよ。あ、西岡はこう話しています。1年2ヶ月前は確かに僕は負けました、ただウィラポンは32歳という年齢を考えてももう完成されたチャンピオンでしょう。僕はこの1年2ヶ月で随分成長しました、その成長を見せるのが今日のリングです、そう話しています。ちょっと右目切ったばかりじゃないですね、ウィラポンは。ウィラポン右目ですか、ちょっと上切ってみますね、血が出てますよ。おお、ウィラポン出血か、アッパーから右、右のダブル、ウィラポン。ウィラポンもこの12月5日もう一度タイの北欧誕生日に防衛戦をしたい、これがウィラポンの念願です。負ければそんな防衛戦は実現しません。デイブロー、左のデイブロー、西岡、あっと右、しかしこれはヒットしません。あっと右のデイブロー、ウィラポン、あっとやはり出血しています、ウィラポンが出血しています、ウィラポンが右の目の上を切りました、ウィラポン出血。ボクサーにとってはこの出血というのはまた焦りを呼ぶとも言いますが、そうですね、こんな前半で消えるというのはやっぱり焦ると思いますね、はい、まだ試合は第4ラウンドです。目に入ってると思いますね、右の目のまぶたを切りました。残りが20秒です、第4ラウンド、右空を切った、左、西岡の左、おっと今度はウィルコンの右、一瞬一
体の攻防です。一進一退の攻防だ。逃げ飛んでくる。この人は感じない。上が来た。上がポンのパンチ。これも浅い。だいぶパンチが見えてきてるんで足が止まりがちなんですけど、やっぱりまだ動いた方がいいですね。西岡はパンチが見えても足を動かしてほしい、はい、さあ西岡ペースです。右の目の上を切りました。ファイティング原さん、はい、ボクサーとしては一番嫌な箇所の出血ということになりますね。そうですね、まだ回も早いですからね、はい、非常にこれはダメージ当たりますよね、各家逆にですね、ちょうど横ですかね、目の中入るようだと困りますけどね、目のやはり上ですね、そうですね。したがって飯田さん、はい、西岡の左のパンチが見づらいということになりますね、はい、そうですね。西岡これ右のリードを忘れてはいけませんが、左がさらに有効になりました。試合は中盤の第5ラウンドに入ります。まずファイティング原さん、はい、ここまでは西岡が非常にいいペースで試合を進めていると考えてよろしいでしょうか。そうですね、西岡君のペースだし、西岡君もポイント取ってると思いますね、はい、はい、非常にいいペースだと思いますよ。飯田さん、はい、劣勢に立ったウィラフォンはこのボディーブロー、西岡のボディーブロー炸裂。ナイス。劣勢に立ったウィラフォンはこれどんなことを考えるんでしょう。いやもうちょっと今本当に焦ってこう大振りになってきてますね。逆にそこ西岡の方は冷静にこうパンチを見てるんで、はい、もうどんどんなんか西岡のペースになっていきますね。より手数を忘れてはいけませんね、西岡はね、はいはい、相手に合わせて大振りをしてはいけません、西岡です。船越さん、はい、挑戦者西岡サイドなんですが、やはり今焦ってるという話ありましたよね、はい、陣営の方でも左を出して相手を焦らせろという指示が出ていますね。左が出ますとその右の出血がさらに進むことが考えられます。出血があまりに激しくてブローで切った出血ですので、この出血が激しくなりますとテクニカルナックアウトということになります。右簡単に右のリードブローを食いました。ウィラポン右が空を切っています。ウィラポン西岡の右のリードブローが当たっています。前回の挑戦の時には関西のジムからこのタイトルマッチに挑みました西岡俊明です。東京の名門帝拳ジムに移って1年、環境は申し分ない、そう西岡は話しています。ラスベガスでの本場での練習も積みました。年齢の近い葛西雄一トレーナーからの対応上下のコンビネーションがいい西岡です。さあこれは気をつけなければいけない。しかしやはり皆さんいつもよりウィラポンが大振りですね。そうですね、正確さがないんですよね。正確さがない。あと右、はい、その分西岡はもうしっかりと上も下もクリーンとしてますね。西岡の顔面まだほんの腫れがありませんからね、はい、右が飛んできます。第5ラウンド残りが1分です。ウィラポン焦ってますね。これはウィラポン焦っている。ナークルーム、英語で言うとデスマスク、死者の顔、表情を一つ変えずに相手を倒す、勝っても喜びの表情を臨場で表すことは全くないと言われていたウィラポンが焦っているのか。右は出しますがウィラポンの距離ではありません。したがって正確にヒットしません。前に出ていきますウィラポン、右のパブロー。さあ残り30秒、リング中央の相打ち。ウィラポンがじりじりっと前に出ます。右のフックを放ちましたウィラフォン。出血の方は現在はそれほど激しくはなっていません。さあ残り10秒になりました。ここでウィラフォンが攻勢に出ようというところ、上から右接近戦になりました。珍しくウィラフォンが接近戦を挑みます。ウィラフォング第5ラウンド終了です。第5ラウンドです。ボディーブローです。今 JBC から正式な発表がありました。ウィラポンの出血はパンチによる出血です。したがってこの後この怪我がひどくなって試合続行不可能となった場合は西岡のテクニカルナックアウトということになります。戦後1952年に白井義雄さんがタイトルを獲得、ファイティング原田さんの1960年代、大場正夫さんの70年代、具志堅用高、辰吉丈一郎と時代を切り開いてきたそれぞれの名チャンピオン。ファイティング原さん、はい、この西岡が21世紀日本のヒーローになるんではというふうに随分前から期待されてましたからね、そうですね、それをですね今日は来るんじゃないですか。あ、来るかもしれない、はい、気が抜かなければですね、非常にいい戦い方してますよ。ここやはり、飯田さん、はい、1年2ヶ月前とは違うなというそのあたりもウィラポンが焦りにつながってるんでしょう ね、 そうですね、本当に今の焦りはそれだと思いますね。あ、こんなに強くなったかっていうのがあると思います、はい、いや今もちょっと頭を押さえながら打ってますけど、あれも焦ってる証拠ですね。
あのタイ式キックボクシングのムエタイでは、はい、まあ、プロの集団です。金もかかっているということで反則ギリギリの技があるんですが、それに通ずるものがありますね。国際式ボクシングではもちろん認められません、反則行為です。試合は中盤の右から振り、ボディブローから振り、ジャブを切った西岡。西岡はかつてスピードキングという意味を取っていました。そのスピードを忘れてはいけません。ミラポンのボディーブロー、さあ接近戦になるのか。ニュートラルコーナーに押し込んでいくミラポン、体を入れ替えた西岡。さっきのラウンドから西岡の左、これですね、ちょっとオーバーハンド気味で、さっきまでもっと大きかったんで避けられてたんですけど、今みたいな感じのちょっと小ぶりになると当たりますね。小ぶりになると、ボディーブローを狙っていきますミラポン。やはりこれは空を切りました西岡、リング中央右、しかしこの距離はウィラポンの距離ではありません。もう少しウィラポンとしては距離を詰めたいんです。本来はウィラポンが詰めるのではなくて相手が前に出てくるところを仕留める、これがウィラポンのスタイルでした。このラウンドは一進一退の攻防です。ウィラポンがファイティングアウトボディを狙い始めます。そうですね、あれは打たしちゃいけないと思いますね。打たしちゃいけない、あの当たってきますとやっぱり誹謗中は良くなってきますからね、あのよくガードの上からでも打たせてはいけない、そういうふうに言います。スムーズにパンチが出ますからね、そうしますとね、おっとボディブロー、ボディブロー、西岡の左、これは空を切っている。西岡の右も空を切った。このラウンドはウィラポンがボディブローで交戦出てきています。右のストレートはウィラポン力がありません。右のリードブローは西岡、そうです、この右のリードブローを忘れてはいけない。ワンツー、さあ激しい打ち合いだ、一進一退の攻防です。序盤が西岡ペース、中盤に入ってここはまた流れの主導権の握り合いということになりました。両者ともにパンチは空を切っています。ミラポンも逃げる、西岡手を止めてはいけません。こういう試合になりますとやっぱりミラポン強いですからね、はい、すごいですよね。ここで前半の第6ラウンド終わりました。メイントレーナーはラスベガスのミゲール・ディアス、そしてこちらが浜田剛特別トレーナー。昭和14年開設の経験ジム、現在最も歴史と伝統のあるジムですが、世界チャンピオンは2人生んでいます。永遠のチャンピオン大場正夫さんが1970年に、1ラウンド KO ダッシュの浜田剛さんが1986年、ほぼ15年周期で経験ジムはチャンピオンを生んでいます。ちょっとウィラポンのこのインターバルの使い方が長くなりました。セコンドが焦ってますね。セコンドが焦っているんですか、はい、こんな数ではなかったというのがおそらくウィラポンも含めてタイ陣営なんでしょう。そうですね、船越さん、はい、赤コーナーなんですが、気になる発言がありました。と言いますと、左を使っていけ、レフリーは気づいていないからというコメントがあったようなんですね。これは何か左でちょっと肘までということなんですか、わからないんですが、もしかすると、そういう発言がありました。ムエタイの反則ギリギリの技、ムエタイでは認められているこの肘を使って打てということですか。さっきちょっと気になったんですけど、やっぱり肘使ってますね、一応終わった後に。そういえば辰吉との初戦の後もあの肘が辰吉の意識を失わせたというふうにも言われています。ただウィラポンとしてもこれチャンピオン、名チャンピオンとまで言われてきていますから、この意地があるでしょう。ワッツー、やはりファイティングアナさん、西岡はこの右から左ワンツーを忘れてはいけませんね。そうですね、でも前は打たれっぱなしだったんですけどね、はい、やっぱりこの辺が打てに近いってことはやっぱり大変ですね。飯田さん、はい、12ラウンド戦う世界タイトルマッチで、はい、この7回8回あたりが一番厳しいんでしょう。そうですね、ここであの集中をずっと続けていければ、後半は行くと思うんですけど、このリズムのまま、はい、マラソンで言えば30キロから35キロというあたりでしょうか。ここでどう踏ん張るかがこの後の勝敗の帰数を決します。船越さん、はい、挑戦者は西岡陣営ですが、先ほどインターバルの時は大きく深呼吸させまして、はい、集中しろという声をまず浜田特別トレーナーかけました。でやはり自信を持ってワンツーを出していけと陣営の声です。ワンツーですね。さあ西岡姿勢に回っていません。左、さあワンツーはウラポン、右、ウラポンの右、ウラポンの右、あーっと今度は西岡、西岡切りましたね。意識ははっきりしてますね、はい、さあお互いに目の上から出血を打っている。西岡が振り、ここは西岡が打つ、西岡が打つ、さあ上がここになっている、
西岡はワンツーをミラソンはいきなり西岡は左、それぞれ目の上から出血を見ています。このブローで出血を見ました。憧れはシュガーレイ・レナードと話す西岡俊明、モハメッド・アリも好きだと話しています。試合そのものがエンターテインメントでかっこいいんだとそう話しています。ただ今日の試合はかっこよさは追求しません、とにかく勝ちたいと話しています。あーっとまたウィラポンが出てこない、ウィラポンが出てこない。飯田さん、はい、先ほどのラウンド出血を見て苦しいラウンド、よく西岡が盛り返しました ね、 そうですね、精神的にも本当に成長してますね。萩原さん、一気にずるずると行ってしまいそうなところを逆に取り返しましたからね。そうですね、その辺がやっぱり西岡君の素晴らしい成長だと思いますよね。あのまんまだと打たれっぱなしになりますよね、やっぱり打たれても打ち返すっていうのがね、素晴らしいですよ。さあ試合は8、9、10、11、12、残りは5つのラウンドになっています。船越さん、はい、挑戦者西岡さんなんですが、指示としてはワンツーフック、ワンツーフックの繰り返し、はい、でその声を聞いた西岡が、はいというふうに力強い返事をしました。依然として意識の方は井田さんはっきりしてますね、はい、そうですね、はい、右左、右から左へ行きます。あーとミラポンの右、不用意に詰めてはいけません、不用意に前に出てはいけません、あくまで出入りはスピードを豊かにしなければいけません。西岡です、集中しないとダメですよ。西岡集中、はい、それであのジャブはやっぱり忘れちゃダメですよ。そう、相打ち、相打ちです、ジャブ、右のジャブですね。そうですね、あれからワンツー来ますからね、はい、倉越さん、はい、チャンピオン陣営ですね、ミラポンの傷がですね、ちょっとだけ開きましたね、はい、5ミリほどの、まあ、幅になったという感じがします、はい、あーっと右、ミラポンの右、また西岡の目から出血です、ジャブがなくなりましたね。西岡、西岡ジャブを忘れてはいけない、なくなりましたね、はい、ミラポンの右、ワンツーはこれはヒットしていません。西岡のワンツー対ミラポンの右というそんな様相です。西岡は右のリードジャブ、そして踏み込みのスピード、さらには足を使うこと、この3点セットを忘れてはいけません。さあミラポンのボディーブロー、これはヒットは浅いものでした。さあ接近戦になりました。このブデブロフロね、西岡君が死んでいかんですよね、はい、あウィラポン出てますね、出てますね、ウィラポンが前に出てきた、あウィラポンの前に右、これはヒットしません。残りは45秒、このラウンド採点ということを考えても、この残り数十秒を大事にしなければいけません。残り30秒で井田さん、だいぶ印象が違いますから ね、 採点のね、はい、さあその残りの30秒を迎えます、第8ラウンド、ここからしっかり攻めたいですね、同じ3分でも最初の3分に構成に出るよりは残りの30秒が採点に最も影響を与えます。したがってボクサーは皆残り30秒を最も大事にします。あさあミラポンと左、ミラポン出てきた、西岡ちょっとバランスが悪くなってますね、西岡バランスが悪くなっているか、バランスの悪さが前回の敗戦のその原因です。そう西岡は VTR を見て話しています。左右当てできます、これはクリーンヒットしていません。第8ラウンド終了しました。世界バンタム級タイトルマッチ、最初の3分の2が終わりました。残りは3分の1です。飯田さん、はい、ポイント的に言いますと非常に微妙なところになってきましたね、そうですね、ビラポンもまだまだ馬力ありますからね、はい、さあこのホイッスルで本来ですともうセコンドはリングを後にしなければいけませんが、なかなか両者ともに1分のインターバルの時間を使い切ります。さあ残りは4つのラウンドになりました。採点的には非常に微妙なところに入ってきました。
はい、井原さん、残り4ラウンド、西岡としてはもう本当にこれまでやってきたもの全てを出し切る、そうですね、はい、それはもう絶対ですね、もうこの回とかな、これからも辛いですよ、お互いね、はい、でも勝つには頑張らなきゃいけないと思いますよ、あの7ラウンドの後半に見せた記憶をね、サーベルコの右、ね、徐々にこのウラ君ですが、はい、来てましたからね、そうですね、後半に入ってウィラゴンのクリーンヒットが増えてきてるんですよね、その反面あのディフェンスも良くなってきて、右ランパーは西岡、激しい試合になりました、バンタム級タイトルはあっとまた頭を押さえた、ウィラゴン右投げ打ち、さあ接近戦になった、この井上さん、接近戦というのはこれどちらに分があるんでしょうか、やっぱりウィラゴンでしょう、そうですね、ウィラゴンですね、出血が激しいな、レイト西岡の左、西岡交代が使ってワンツーいいですよね、ワンツースリーまで欲しいですね、スリーまで、ね、はい、現在ウィラポンの出血は止まっています、西岡がまだちょっと出血がボディーブロー、ウィラポン長さ、はい、その西岡の傷なんですけれども、長さが 2,3 センチ、はい、それほどひどくないということです、はい、後半のあのボディはでもちょっと効いてきますよ、はい、さあまだウィラポンが前に出てきます、右からレイ、右ウィラポンのボディーブロー、さあ接近戦、ちょっとまたウィラポンの距離になってきてますね、西岡ラッパーです、ここは西岡気力を振り絞らなければいけません、スタイルにはこだわらない、あーっとウィラポンの右だ、ウィラポンの右だ、ウィラポン右だ、左、今度はウィラポン左、レッツキーで切れたもう一つ、あ逆にボディ打ちたいですね、ボディ打ちたい、西岡の方が逆にもう一つ離れたところから打ちたいんですけどね、細かいの打てませんから西岡君ね、細かいの打たなきゃいけないんですね、あのワンツーだけですからね、ワンツー接近してからのやっぱりアッパーにしたいですね、はい、さあ右が出てきます、おっとまたウィラポンが出血、左、ウィラポンの右目の出血が激しくなりました、ウィラポンの右目の出血も激しくなりました、壮絶な試合になりました、 WBC バンタム級タイトルマッチ、ウィラポンが出てくる、さあここは西岡体を入れ替えなければいけない、おっとピンチに出た、苦しい、西岡苦しいですね、西岡苦しくなりました、しかし萩原さん、おそらくウィラポンも苦しいでしょう、お互い苦しいですよ、ここですよ、やっぱり勝つにはここ頑張らなきゃいけない、さあウィラポンは決定してボディーブローだ、ウィラポンボディーブローですよ、これ逆にボディーを上下打ち上げたいですね、これですよね、ワンツースリー、はい、ホームよく言えばホームですよね、さあ第9ラウンド、これも冷静なウィラポンには珍しい行為です、3ラウンドです、日本の秘密兵器、最大のホープ、そう言われて久しい西岡俊明、2度目のウィラポンへの挑戦、互角です、ほぼ互角です、おそらくチャンピオンのウィラポンとしては想像以上に西岡の成長をこの横浜で感じているでしょう、さあ第10ラウンドになりました、ファイティングアナさん、はい、ウィラポンが珍しくですね、ゴングが鳴っても椅子を離れないんですね、そうですね、そうですね、本当今もちょっと聞こえなかったんですかね、そうじゃないのかな、ウィラポンはいつ もう相手が待ち受けるのをじっと立って待っているんですが、今日は椅子からなかなか離れません、井上さん、はい、チャンピオン陣営のここまでのポイントの、まあ、数え方なんですが、はい、まあ、勝ってるだろうけれども、はい、ほとんど、まあ、差はないと、どんどん、まあ、深く追って右を当てに行けと、はい、追いかけろという指示ですね、まあ、勝ってはいるだろうけれどもほとんど差はない、まあ、日本のプレスに対してそういったということはほぼ互角と見ているでしょう、さあ左右ロック西岡、これはウィラポンの距離ではありません、ヒットはしていません、ウィラポンのワンツー、右右から左、右のフェイントから左、左だった、さあ皆さん、はい、ここから西岡の精神力が試されますね、そうですね、左、体力的に一番厳しいところはもう峠を越えたと見ていいでしょうか、はい、残り3ラウンド、これはレフェリーのトニー・ペレスが注意を与えます、レフェリーのトニー・ペレスが注意を与えます、頭を抱えてのボディーブローでした、これは反則行為です、まあ、決定的にボディですね、そうですね、ですね、あのボディはね、やり、さあこのラウンドも半分を経過しました、ガードの上からでもどんどん西岡、そうですね、まっすぐのストレートワンツーを打っていくんですね、ウィラポンの右、
その中でかぶせられるところはボディに持ってくると当たると思うんですけども、なるほど、ガードの上から打っていって相手に上を意識させたところをボディですね。オーソドックスなワンツーをどんどん打っていきたいと思います、はい、オーソドックスなワンツーを打ちたい、そう飯田サッツさんは解説します。リング上 WBC の世界バンタム級タイトルマッチ、両者はほぼ互角、白いトランクス日本のホープ西岡、黄色いトランクスタイの国民的英雄ウィラコン、また西岡の左の目の上からの出血が激しくなりました。これは相当視界を悪くしているでしょう。ニュートラルコーナーに詰められました。あっとウィラコンの左は大きく切っています。ラウンドの後半になると西岡手数が少なくなっちゃうんですね。ちょっと血が目に入ってるのかもしれない。さあウィラコンのミラップはだいぶもう目に血が入ってますね。相当出血が来ちゃいました。さあ接近戦、これは相打ちです。これは相打ち、左が空を切った西岡、右も空を切ったウィラコン、両者のパンチが空を切ります。左は空を切った、ウィラコンがスウェイする。第10ラウンド終了、残りは2ラウンドです。介護の奥10年のバンタム級の歴史、黄金のバンタムと言われましたブラジルのエデル・ジョフレ、狂った風車と言われたファイティング原田、メキシコの怪人ルーベン・オルバレス、 KO アーティストカルロス・サラテ、そのバンタム級の歴史に名を刻むのか西岡俊明、そして現在最強のチャンピオンと言われているのがこのタイのウィラコン、ナコンルワンプロモーションです。さあ残りは2ラウンドになりました。はい、遅い。あとウィラコンまだ立たないんです、はい、まだ立たないんです。7秒後ようやく立ちました。これはファイティング原田さん、はい、ウィラポンスタミナ的にも厳しいんでしょうか。厳しいんじゃないですかね、やっぱりゴンがそういうこと聞こえないってことは、はい、あれですよね、気にしてますからね、普通はね。飯田さん、まあ、現役時代あんなことはなかったと思うんですけど、これはどういうことなんでしょうね。やっぱりもう1秒でも長く座っていたいということだと思いますね、はい、さあ残りは2ラウンド、合計してもわずかに6分に過ぎません。その6分から時は次第に刻んでいきます。このラウンドもすでに40秒の時を刻みました。船越さん、はい、挑戦者西岡さんなんですが、ミラポンは右のストレートボディに打ってこられるとすごく嫌がると、はい、そこを狙っていくという話ですね。西岡にボディを打てということですね。そうですよ、はい、陣営としては、うん、やはり残り2ラウンドが勝負だというふうに見ています。ということは採点はほぼ互角と見ているわけですね。そうですね、この採点の互角というのは赤コーナー青コーナーチャンピオン、そして西岡ともに陣営は同じであります。味方は同じ、したがってこの11、12ラウンドで勝敗が決するということになりました。 WBC のバンタム級タイトルマッチ、このラウンドも井田さんほぼ互角ですね。ここまではね、そうですね、どちらが優勢ということはありません。現在のボクシングのジャッジの基準は10ポイントマストシステム、どんなに差がないラウンドでも10対9という差をつけて採点することになっています。採点は非常に微妙です。これは空を切りました。そしてワンツーはウィラポン、まだ井田さん避ける体力がウィラポンにも残ってます ね、はい、そうですね。いやでもやっぱりいきなりの左が遅くなってきてると思うんですよね。あ、そうですか。西岡の方はあのいきなりの左は、それほど怖くなくなってると思います。なるほど。ただねウィラポンのミニストレートのボディが怖いですよ。あれはボディが ねボディに打たせてはいけない、打たせずに打つことですよね、うん、ボディはね、西岡君が打たなきゃ、あれはウィラポンの右、あっと右、これは空気、また引いた、そう打てる、西岡打たれたら打ち返す。西岡今日は精神的に非常に成長したと思っています。打たれたら打ち返す、ボクシングの鉄則です。さあ残り1分を切った第11ラウンド、ボディーボディーボディーの2、距離を切った、ボディはいいと思いますね。ボディはいい、はい、この辺のあれが苦しいですからね。ここがですね、ここです。残り30秒、この30秒この11ラウンドを決します。離れ際の左は西岡、ここからの一発一発はもう序盤戦の10発20発にも相当します。打ち合い、足を止めての打ち合い、ウィラポン前に出る、デリーワンツー、右右のフック、残り10秒、ワンツー、空を切っています。これも空を切った、ほとんど差がないまま11ラウンド終了です。世界バンタム級タイトルマッチ、挑戦者日本のホープ西岡俊明、
あのタイの英雄タツヨシを2度にわたって KO したウィラポンを相手に互角に戦っています。これからファイナルラウンド残り3分の勝負になりました。12ラウンド判定は西岡は前回のウィラポン戦のみ1戦1敗です。一方のウィラポンは12ラウンド判定は3戦3勝です。立たないんです、なかなか立たないんです。さあトニーペレスレフェリーが分けました。この時すでに残り2分50秒になっています。おっとちょっと離れています。ここはテクニカルタイムアウトです。ミゲールディアスチーフトレーナーが呼ばれます。テーピングがほどかれました。この間は時間がカウントされません。放送上のタイマーはカウントしていますがリング上のタイマーはカウントされません。テクニカルタイムアウトということになります。さあこの休憩がどういう風に精神的に、ただ西岡はこれ焦るようなインターバルではありません。落ち着いた方がいいですよ西岡は、さあ試合再開です。ウィラポンも出てくると思いますよこのラウンドも、もうこのぐらい3分ですからね、どんどんワンツーワンツーそうワンツーはそれでいいワンツーワンツーさあウィラポンも攻める西岡が攻める西岡が攻める。現在のウィラポンが持っているバンタム級のチャンピオンベルトは辰吉が2年8ヶ月前このウィラポンに手渡したものです。その辰吉が手放したベルトを再び日本に持ち帰るか。日本の西岡ワンツー激しい打ち合いだ。船越さん、はい、挑戦者西岡サイド、お前の左を出していけという声です。はい、もうこうなれば必殺の左、あのいくつもの KO を描いてまいりました。必殺の左のストレートが出るか西岡。おそらく一方ウィラポンも右を狙っているでしょう。かえってウィラポンもね気を入って気入ってますからね、はい、ワンツーいいですよねあの状態、ワンツーないやそうどんどんワンツーで行く。西岡の右ちょっと体勢崩れましたウィラポン右が左やや吹く。さあウィラポンは空を切っている。これほど空振りが多いウィラポンが久しぶりに見ました。そうワンツーワンツーダウンを一つ取るところでもだいぶ構成は変わると思います。ウィラポン前に出てこないですね。ウィラポン出てこない。おーこれリードしてると思ってるんですかね。考えてるんでしょうか。いややっぱり西岡君のワンツーワンツーだから出てこないんですよね。あ出てこない、スタミナ的にもかなりきついのもあると思いますね。今若さです。今のボディボディナイス左のボディブロー西岡。さあ西岡攻めろ悔いなく攻めてほしい西岡。先人の偉大なるバンタム級のチャンピオンハイキング原田のパンチは狂った風車と言われました。文字通りそれほどの連打が欲しい今日の西岡。残りはもうほとんど時間がありません。採点は微妙です。ラストほぼ採点はイーブンです。ボディブロー、これは力がないウィラポン、ワンツー、ナイスワンツー。西岡手を出さなければいけない。残りは30秒余りになりました。ファイナルラウンドリング中央ビレーのボディブロー、ナイスワンツー。そう左西岡前に寄せ、もう一度ホールディングの注意が与えられました。ワンツー、さあ残り10秒西岡の左、微妙な判定です、微妙な判定です。今日は36戦目テリー・スミス、95戦目ベテランルー・フィリッポ、85戦目トム・カツマレク、この3人のアメリカのジャッジによる判定です。これは微妙ですね。僕は西岡勝ちですけどね。あ飯田さんはどうですか。僕もやや西岡が取ってますね。さあ判定です。ただいまの試合引き分けドローでございます。おーっと引き分け、引き分け、引き分けはチャンピオンの防衛です。場内シーンと静まり返りました。ウィラポンナコルマンプロモーション防衛です。引き分けの防衛です。まだタイム、ウィラポンもまだキョトーンとしています。これはなんと惜しい。ファイティング原さん、はい、最後の結果お知らせいたします。
僕は西岡が良かったと思いますよ。最高だと思いますよね。いい戦い方しましたんですね。おお、勝間レイクは西岡。フリップ114対114。ああ、1対1ですね。116対113。ウィラボン名古屋プロモーション三者三様により1対1の引き分けということになりました。いや、しかし思い起こせばこの後登場するセレス小林も引き分けでタイトル奪取ならずという悔しさから見事タイトルを獲得しましたから、そうですね、西岡君も非常にですね、前回よりはもうサブに良くなってますからね、はい、残念だな。飯田さん、はい、西岡に一言。いやー、でも本当にもうこの成長ぶりにはびっくりしたんで、それはもうビラポンももう、一番びっくりしてると思うんですけれども、はい、いや、また次が期待できると思います。これだけの試合をした西岡ですから、はい、そう遠くない将来にまたチャンスが来ると考えていいですね。はい、いやー、西岡が